高知市の土佐電交通桟橋車庫では路面電車開通120周年を祝って電車の日のイベントが行われました。会場はすでに大盛り上がり。こちらのレトロな電車では制服を着て撮影ができるんですが、イベント開始からおよそ15分でこの長い行列ができています。はい、チーズ。このイベントは土佐電交通の前身である土佐電気鉄道が1904年5月2日に高知市の本町線と内尾江線で開通したことから毎年この時期に開催されています。会場ではポルトガルやノルウェーから来た外国電車の乗車会のほか、実物のおよそ10分の1サイズのミニ電車の乗車体験、さらに本物の運転席で。運転手さんどうですか？結構緊張します。なりきってますね。かっこいいです。これから綱引き大会が始まります。子どもたちと戦うのは電車です。イベントの目玉は電車綱引き大会。重さおよそ16トンの電車を子どもたちが引っ張ります。勝てそう？うん、体力に自信があるから。はい、よーい、さーん、さーん、はい、もうちょっと、もうちょっと、さーん、さーん。見事子どもたちが勝利しました。どうやった？重かった？重かった。疲れた。めちゃくちゃ重かった。重かった。ジンジンします。イベントには3000人以上が訪れ、乗車体験やグルメを楽しんでいました。